今回は、JR 大宮駅東口より徒歩3分のところにある、先代の田中裕吉から受け継いだ伝統の味、衣油ソースすべてがオリジナルブレンド、いつも揚げたての串カツを提供している、串カツ田中大宮店に行ってきました。営業時間平日17時から25時、土日祝12時から25時、こちらの店舗では、平日18時までの入店で1日15組限定の、串カツ食べ放題ができます。前日予約必要です。開店直後の空いてる時間に予約しました。入店。2階席もあります。注文は QR コードを読み取って、スマホから注文するシステムです。食べ放題とは別にワンドリンク注文必須でした。お通しのキャベツ無料です。ドリンクが、こだわり酒場のレモンサワー。平日18時までの注文で99円でした。最初の串カツ牛、串カツ豚到着。それでは、いただきます。これが提供されたら120分間スタート。ラストオーダーまでは90分間です。提供された時点で、1回につき5本まで追加注文可能。混み具合で左右されますが、注文から提供までだいたい10分くらいでした。ちなみに今回の料金は、串カツ食べ放題コース2080円と、レモンサワー99円で、合計金額税込み2179円でした。1回目の注文。ちくわチーズ。チョリソー。豚ヒレ、タコインナー、ハムカツ。2回目の注文。玉ねぎ、ささみ梅大葉。これは醤油が合うな多分。紅生姜、オクラ、ささみわさび。3回目の注文。なすび、しいたけ、れんこん、山芋。じゃがいも、4回目の注文。エビ、トマト、ニンニク、たらこ、アスパラ。5回目の注文。うずら、イカ、アジフライ、キス、もち。6回目の注文。串カツ豚、ラム、甘い系を注文するとチョコソース出てきました。バナナ、クッキー&クリーム、7回目の注文。多分ここにあるのは全種類食べたはず。ここからはリピートです。
本的に揚げたて中の揚げたてが食べられて、どれも外れなしです。串カツといえばソースのイメージでほぼソースで行ってしまったが、塩でも食べておけばよかったと、帰宅後後悔しました。トマト、アスパラは熱で甘みが増して特に塩だけでも十分だっただろう。8回目ラストオーダー。ラストは口頭で何本注文しても OK でした。個人的に気に入ったものばかり。エビ、串カツ豚、串カツ牛は万人受けで間違いなし。ささみわさびが味変の意味でも良かった。わさび乗りすぎだろの見た目に反して、そこまでツンとこない、絶妙な辛みでさっぱりできる。あとは意外に気に入ったのが餅でした。衣がついた餅はお菓子っぽくもあります。これは断然醤油が合うでしょう。アジフライ、エビフライは、たまに惣菜買うから特に違いがわかる。スーパーの惣菜と比べると衣が薄い。これだけ薄ければ、塩でも素材の味が引き立ったでしょう。ここでタイムアップ。ごちそうさまでした。合計46本食べました。プロが揚げた揚げたてをこれだけ食べられるのは、相当お得に感じました。